おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま京都駅に来ております。本日はここ京都から名古屋まで移動していくのですが、名古屋まで早く行きたい場合は東海道新幹線が最優秀賞ですが、新幹線は値段が高い。まあ、運賃を安く移動する場合は在来線で移動していく方法がありますが、在来線では時間がかかりますよね。まあ時間をあまりかけずに、かつ値段もそこまで高くない方法ないかなって思ったことありませんか？ということで本日はここ京都から名古屋までの時間の速達性と運賃の安さを両立したコスパ最強の裏技を紹介していきたいと思います。ということでここから乗っていくのは東海道新幹線です。まあ、やはり速さ、そして時間を短縮するには新幹線は必須です。まあしかしこのまま名古屋まで新幹線で行ってしまうと何も安くなりませんので、もちろん名古屋までは東海道新幹線には乗りません。まあ、どこまで乗るのかや今回の裏技のルートなどは東海道新幹線に乗ってから説明するとしまして、まずはここ京都から小玉736号東京行きに乗って行きます。さあ小玉736号東京行きがやってまいりました。列車は N700A、 まあいいでしょう。で、東海道新幹線を走る新幹線には JR 東海の車両と JR 西日本の車両があります。まあ、JR 東海の車両は車内チャイムが TOKIO のアンビシャスジャパンですが、 JR 西日本車はいい日旅立ち。まあ、このチャンネルで東海道新幹線を取り上げた時、 JR 西日本車には一度も遭遇したことはありますが乗ったことはありませんので、なおかつ乗る列車は JR 東海管内を走る各駅停車のこだまですから、まあおそらくこの列車は JR 東海車なんだろうなぁなんて、そんなことを考えていると京都を発車です。なんとなんと、まさかの JR 西日本車でした。いい日旅立ちの車内チャイムを聞いた時は少し興奮しましたね。まあ初めて聞いたのでね。で、今回の裏技のルートについて説明していきたいと思います。京都からまずは米原まで東海道新幹線で向かい、米原から JR 東海道線で名古屋まで向かうルートが今回の裏技のルートです。米原から名古屋の JR 東海道線区間には金沢から名古屋を結んでいる特急白鷺号が走行していますので、米原で東海道新幹線から特急白鷺号に乗り換えることで乗り付き割引が適用され、米原から名古屋間の白鷺の特急料金が通常の半額の600円となります。さらに京都から米原間は67キロほどありますが、両駅の間に中間駅は東海道新幹線はなく、お隣の駅同士なので、東海道新幹線の特定特急料金で京都から米原まで990円の課金で乗ることができます。この京都から米原の990円と東海道新幹線から特急白鷺への乗り継ぎ割引を組み合わせることで、京都から名古屋まで1590円の課金で移動することができます。しかも在来線よりも座席は快適ですし、さらに速達性も確保されております。まあ、実際東海道新幹線で名古屋までそのまま向かうと2530円課金しないといけないので、約1000円ほどこのルートではお得になります。まあ、安くするわけですので新幹線のみで向かう場合よりも時間は多くかかるんですけれどもね。そして小玉号は滋賀県を走行しまして、進行方向左側に赤い橋が見えると、その先で近江鉄道の線路と並走します。近江鉄道の市川駅から高宮駅の手前の8キロほどの間だけですが、東海道新幹線のすぐ横を近江鉄道の線路が走行していきます。まあ、せっかくなので一瞬でもいいから近江鉄道の列車を見れたらいいなと思っていましたが、まあ、私が乗っているのは各駅停車タイプの小玉号といっても270キロほどで爆走しておりますし、近江鉄道の列車は2両編成と短く、まあ、さらには東海道新幹線の高架には至るところに壁があるので、まあ、それは無理でした。
そして京都を発車し20分ほどで米原に到着いたしました。乗ってきた子供号まさかの JR 西日本車ということで、いつもに増して JR マークが輝いて見えます。ということで、ここ米原から乗り継ぎ割引を適用させ、15時50分発の特急白崎10号名古屋行きに乗り換えます。米原駅は JR 西日本と JR 東海の境界の駅となっており、 JR 東海道線と JR 琵琶湖線、そして JR 北陸本線が JR 線内では乗り入れる駅となっております。まあ、これら3つの路線の走行は図のようになっており、今から乗る特急白崎号は北陸本線からやってきて東海道線に入り名古屋に向かいます。そう、特急白崎号はここ米原でスイッチバック、進行方向が変わるんですね。まあ、そのため車内に入ったら座席の回転をしないといけませんが、まあそれは列車に乗ってからやりましょう。ということで特急白崎号がやってまいりました。列車は9両編成ですが、ここ米原で前の3両が切り離され、米原から名古屋間は6両編成で運転されます。新たな進行方向に向けて座席を回転させ、さあ米原を発車です。でここで今回のルートをおさらいしましょう。京都から東海道新幹線で米原までやってきまして、新幹線から乗り継ぎ割引を適用させ、米原から名古屋までは東海道線の特急で向かうというルートでございます。ちなみに金沢や福井、敦賀から名古屋に向かう場合も同じような乗り継ぎ割引を適用させることで安くなる裏技があります。それも今回と同じ米原乗り換えです。福井方面から特急白崎号で米原までやってきて、米原から東海道新幹線で名古屋まで向かうことで乗り継ぎ割引が適用され、特急白崎号の特急料金が半額になります。北陸方面から名古屋のルートはこれがおそらくメジャーの方法となっているみたいだということをどこかで聞いたので、多分そうだと思います。実際この白崎号が米原に到着した時、白崎号から降りて東海道新幹線に乗り換えるであろう方が多くいらっしゃいました。そして列車は東海道線を東に進み関ヶ原を通過です。関ヶ原といえば1600円の関ヶ原の戦いが有名ですよね。徳川家康の東軍と石田三成、毛利輝元の西軍が戦った戦ですが、某サイコロ鉄道ゲーム、通称桃太郎電鉄にもこの関ヶ原のイベントがありますよね。関ヶ原とされるマスに泊まると東軍と西軍のキャラクターが出てきて、あなたはどっちに味方すると聞かれます。私歴史のことに合わせていつも東軍に味方すると決定していましたが、どっちに味方してもいいらしいですね。味方した軍の方角にすっ飛ばされるだけらしいので、こんな変な話はさておき、正面の線路、盛り土の上に上がっていきましたよね。そしてこの線路の上をオーバークロスして向こう側に走って行きました。あの線路は何かというと、あの線路も東海道線です。あの線路は東海道線の支線の新垂井線というもので、太平洋戦争中に東海道線の大阪方面の輸送力を増強する目的で、建設された線路なんですよね。つまりあの線路は下り線の線路です。かつて新垂井線に新垂井駅という駅がありましたが、1986年に廃止されていますので、現在は新垂井線を走行する列車は特急列車と貨物列車のみです。そして列車は進み大垣に到着です。京都を出発してだいぶ時間が経っていますが、東海道新幹線といい、この特急白崎号といい、座席が快適なので全く苦痛になりません。なんならまだ大垣かではなく、もう大垣かという感じです。
そして列車は岐阜県を走行し岐阜に到着し、岐阜を発車です。岐阜を出ると20分ほどで本日の目的地の名古屋に到着します。さあ、米原を出て1時間、京都を出ること1時間30分ほどで本日の目的地の名古屋に到着いたしました。本日は京都から名古屋までの乗り継ぎ割引を使った速達性が適度に確保された安い裏技のご紹介でした。新幹線で来るよりも時間はかかりますが、値段は新幹線よりも1000円ほど安いです。安く移動したい時や普段とは違ったルートで移動してみようかななんて時に参考にしてみてください。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。さあ次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。